福島県産のか、魚が売れなくなっちゃうみたいなって言うけどさ、そんなことあんのかな。てか分かんないよね。だってそれ買い、その東京だから築地か分かんないけどさ、豊洲だか分かんないけど、そこの業者が、あ、ちょっと福島のはちょっとって言うっていうのを懸念してるってことだよね。スーパーに並ぶものって一応産地って載ってるもんね。うん、なんだってあれ改ざんしちゃダメなの。改ざんしちゃダメだろ、それも改ざんしちゃダメだろ。ね、着いた港の地域の名前じゃあ。いやどう、だって海に県ないじゃん。だって取った場所でしょ。取った場所、その魚を海までガーって行くよね。うん、そこだって県じゃないじゃん。千葉と茨城と、答えがありそう。もうすぐにでも正解がある話を、俺らは何のデータもねえから。まあそうだよね、確かに、ね。だから、こうした港でのことを産って言ってるんでしょ、きっと。まあそうだね、そうでしょう。で、魚はさ、そう、ちゃんと福島の、わかんない。じゃあ、仮にこう線が引いてあって、千葉、福島みたいになってて、魚はそこを限定的に泳いでるわけじゃないじゃん。いや、多分限定的に泳ぐんでしょ、あいつら。ちょっとお前住民なんだお前パスポートはみたいな。いやでも多分その、まあ、マグロとか回遊魚とか言うから、そういうでかいやつはさ、きっとまあぐるぐる回るかもしれないけど、大抵の魚ってそこまでじゃないんじゃない。あ、アジとか。うん、アジはどんなに頑張ってもやっぱり無理なんじゃない。え、本当そこら辺分かんないね。それは分かんないやつね。それは答えあんのかな、その一匹の魚が、ね、じゃあ福島県沖のとこの魚がさ、いっぺん印つけたらいいよな、輪っかとか。ね。こいつどこまで行くか見たくね、一回。そいつすげえ遠く行ったらもうおしまいですっていう。おしまいってどういうこと？もうこだわっても仕方ないよねって。そうそうそう。そうだよね。でも一回ちょっと見たいよね。その、まあ、答え出てるのか分かんないけど、その魚ってどこまで距離行くんだろうっていうのは。うん、まあ、生物学的にもう答えは出てますとかないそうだよね。それは本当なのかということで、本当に輪っかとかつけて実験したりとかしてね。なんでそれ、でも輪っかってのがさっきから気になってんだけど。よくその水族館とかペンギンに個体で輪っかとかつけてんじゃん。ああ、こういうやつね。そうそうそう、あんな感じでやっぱ魚につけりゃさ、そいつがどこ行くか分かんじゃんっていう。でもそれがさ、うん、サメに食われてサメを実は追ってたっていうのがオチありそうだよ。そうだね。だからカメラじゃん、カメラ。食われたら胃の中だったらわかるじゃん。あ、これもう追ってもダメだって。違うやつの体に入っちゃったってなるから。そうね。あの、ドラレコみたいなのを埋めないと。もう可能だよね、今、本当にそういうの。だって、大気圏超えるやつとか俺見るもん、たまに。ああ、面白いよね。確かにあるかも、そういうの。すげえ、あれ。ちょっとでも。だからこの汚染水話は、だから俺野菜は思うの、もう止まってるじゃん、うん、土地に根ざして埋まってるじゃん。そうだね、そうだね。でしょ。でも魚に関しては、そんな風評被害ないんじゃないのって思っちゃうんだけどね。だって選ぶ権利があるんだもん、こっちは。そうだよね。それは中国産つっても買わないしね。じゃあロシアは買う。お、ロシア、そこはロシアいいんだ。ロシアな、美味しそう。っていう、もう本当ね、その人が買い物するときってさ、そんなもんだよね。でもそんなもんなのよ、人が買い物するときって。そんなね、正しい倫理観の買い物がないですよ。ないよ。エシカル、なんだっけ、それあるよね、エシカル、エシカルな買い物。あるよね。そんなね、ここはもう自由ですよ。